はい、皆さんこんにちは。本日はですね、もうすぐ新しい iPhone が発売するらしいということで、フィルム選び、光沢タイプ、マットタイプの違いをね、紹介していきたいと思います。まあ、フィルム選びのね、参考にしていただければと思います。今回紹介するのはこのグラマスの、光沢タイプとマットタイプ、このね、2枚を紹介していきたいと思います。まず光沢なんですけど、一番の特徴はフィルムを貼っていないかのような鮮やかさです。要はね、写真を見たりとか YouTube を見たりとか、あとはまあウェブもそうなんですけど、フィルムを貼っていない、まあ、素の状態というんですか、の鮮やかさをそのままに iPhone の液晶画面を傷から守るというフィルムが光沢タイプです。続いてマットタイプ、こちらの照り返しをね、防止する加工が施されているんで、蛍光灯の光だったり太陽光っていうのを直接ね、反射しにくい素材になっております。また、フリック操作とか iPhone のゲームをするっていう時とかでもスムーズに動かせるような、加工が施されております。こちらが光沢フィルムになっております。で、こちらがマットですね。後ろに私の顔があるんで、ちょっとよく見ればわかるかな。こっちの方がはっきり見えませんか。で、こっちがどちらかというとにじんで見える。どうですか。で、こっちが照り返しが少ないですね。光の反射が少ない。こうやるとわかるかな。蛍光灯の光が映り込むパターンと、こちらは映り込まないパターン。またね、マットタイプの特徴として、その照り返しを防止するって言ってるじゃないですか。汚れとかもね、付着しにくい作りになってて、例えば女性がこうやって iPhone の電話をしてる時に化粧がつかなかったり、男性のこのね、嫌な油とかがつかないという、効果もあります。はい、ということでね、光沢タイプ、マットタイプ、それぞれ光沢フィルム、マットフィルムって単体で売っているんですけども、迷った方はね、この1枚ずつ入ってるっていうタイプもあるんで、ぜひチェックしてみてください。しっかり固定ができました。うん、まあ車の振動とかでもね、iPad が落ちる心配はなさそうです。